というわけで、今回は、この傑作フリーホラーゲーム、今はもうフリーじゃなくなったけど、傑作フリーホラーゲームイブをプレイしていきたいと思います。それでは皆さんよろしくお願いいたします。さて音量どうしようかな。ちょっと音大きいかな。音量60ぐらいでいいかな。ちょっと、まあ、こんなもんでしょう。では、いきます。ようこそゲルテナ店へ。昼下がりの灰色の空の下、イブとその両親は美術館に向かっておりました。忘れ物ないわよね、イブ。そうだ、ハンカチは持ってきた？ほら、誕生日にあげたやつ。ちゃんとポケットに入れておくのよ。なくさないようにね。はいはいはい、来ましたね。あ、ママね。さあ、着いたわよ。イブは美術館初めてよね。今日見に来たのはゲルテナっていう人の展覧会で、絵の他にも彫刻とかいろいろと面白い作品があるみたいだから、きっとイブでも楽しめると思うわ。受付済ませてしまおうか。そうね、あとリーフレットももらいましょう。え？先に見てるって？もうイブったら仕方ないわね。いい？美術館の中では静かにしてなきゃダメよ。ま、あなたなら心配ないと思うけど、他の人の迷惑にならないようにね。はい、というわけで、動かせる動かせる。始まりましたね。いやー、懐かしい。ちょっとね、YouTube で、1時間2時間ぐらいちょっと実況してたんですけど、ちょっと訳あって Twitch に移行することになりました。お、そこに入ったらダメでしょ？おー。ちゃんとしつけがされている。ようこそゲルテナの世界へ。本日はご観覧いただき誠にありがとうございますかな。当館では現在ワイズゲルテナ展を多分開催しております。ゲルテナ氏が生前描いた怪しくも美しい作品たちをどうか心ゆくまでお楽しみくださいませ。難しくて読めない字がある。てかゲルテナってワイズゲルテナって名前だったんだ。今初めて知ったわ。これ雑誌に載ってんの？ああ、語彙力がなくなっている。わかるわかるよ、その気持ち。遠慮せず顔を近づけてみるのが僕の鑑賞スタイルなんだ。おお、これがね、フリーホラーゲーム版からこう、スチームとか、スイッチとか、そういう風に発売されるようになってからの新機能の一つですよね。これはマジででかい。悪意なき〇〇。これはあれなのかな？子供は本当はピアノ弾きたくないのかな？なんか吸い込まれそうでちょっと怖い。ちょっとフラグっすね。こういうのね、ずいぶん、全部ね、こう、調べちゃうんだよな。深海の人が立ち入ることは許されないその世界を、表現するため、私はキャンパスの中にその世界を作った。みたいな感じですかね。地上から見られる深海か。ゲルテナ氏はやはりすごい。尊敬し尽くしても足りないくらいだ。あ、あなたが生きていれば絶対に弟子入りしたのに。へえ。あ、もう何も感じわかんねえや。あれ？君なんか確か目線結構動いてなかったっけ？この後。咳をする男。あ、こっちか。あ、このお姉さんがいるおかげでちょっとタイトルを調べられないな。個性なき番人。茎の部分折れちゃったりしてないのかな？わかる。こういうね、前衛芸術ってね、なんかすごいバランスで成り立ってる時ありますからね。一見美しいその姿は近づけすぎると痛い目に遭い、なんとかな肉体にしか咲くことができない。キャシャーかな？もっと上から見下ろして見てみたいな。すいません。私はちょっと見下ろして見ちゃってて。おかげでバラがこんなに綺麗な花が咲いているっていうのがよくわかりますわ。永遠の眠り。何々の精神。
いやさすがゲルテナ先生だ。見れば見るほど趣深い。波打ち際の〇〇。何なんだろう。あれ？あれ、パパとママじゃない？星をイメージしたアクセサリーがあるらしいんだけど、どうも今回展示してみたい、してないみたいなのよね。実物見てみたかったわ。そこの魚の絵は見たかい？海の底には本当にああいう雰囲気の魚がいるらしいよ。怖いって、確かに見た目は不気味だね。でも、ちょっとワクワクしないか？意外とパパとママに顔の表情差分あってびっくりしたわ。あ、待って、今パパとママいないんだったらここ入れるじゃん。イエーイ。こちらに入ってはいけませんよ。うわぁ、紳士的な対応されたわ。あなたのご両親でしたら先ほどそちらの広間に。あ、いました、いました。さっき会いました。確かこのガラスからなんか血とか出なかったっけ。テーブルに置かれた丸々。あれ、この後ろ姿もしかして。まあいいでしょう。残せ。僕が思うに、ゲルテナの言う個性っていうのは表情だと思うんだよね。だからこの像たちには頭がないんじゃないか。いや、子供心にね、頭がないのは怖いですよ。変なソファー、あー、指定席、なるほどね。苦味の果実。なるまるなダイヤ。3階は、確かこの3階に行っちゃうと物語が進んじゃうんですよね。だから行きません。本当はうるさいね。ゲルテナって結構マイナーな芸術家だからな。こんな小さい場所でしか展覧会できないのかな。もっとみんな知ってくれればいいのに。いやけど、こんだけの展示ブースが設けられてるのだいぶじゃない？わ、これも、あれか、すべてわからんパターンのやつか。口直しの木。怒られちゃうよ。あ、なるほど、君、イブちゃんよりも年下の子か。口直しってくらいだから、もしかするとおかしいのかも。なるほど。ゲルテナ先生の才能には知ってしまうな。ゲルテナ先生っていうのは、あれなのかな、今もご存命なのか、それとも、例えば明治時代とか大正時代とかそれぐらい古い人なのか、それとも昭和平成の人なのか。ゲルテナは実在する人はほとんど書いてないらしいからね。でも本当にいた人みたいだよね。この女の人とかさ、すごいな。この女の人ね。心配。ふむ。あ、わかるわかる。ちょっと、ね、こう、展示物を一歩引いてみたいときわかりますよ。こう、こうやって近づいてみちゃうと、新聞を取る貴婦人。うん。こうやって近づいてみちゃうと、なんかこう、作品の詳細は見えるんですけど、こう、逆にこう全体を俯瞰してみたいときありますよね。そういう人なんだろうな。わかる。わかるぞ、その気持ち。というわけで、物語を進めましょうか。はい。〇〇の世界。ほら来た。曲も止まりましたね。はい、いなくなった、いなくなった。お、黒い姿の君。見えましたね。これね、確か下行っちゃうと物語進んじゃうから、今のうちにおばあさんたちとかがいて見れなかったやつが見えちゃおう。世紀末の覇者？北斗の剣か？この女の人動かなかったっけ？この目が動くんだっけ？これ吊られた男じゃない？あ、吊るされた男なんだ。テーブルに置かれた〇〇。おう、このね、音楽が止まるっていうのがね、案外ね、シンプルにホラーなんですよね。これで、セーブできるんだっけ？来た来た来た。これで、あれですね。試しにちゃんと起動するかどうか、確かめた時のオートセーブデータを消せますと。あ、ファイル1にはセーブできませんが、ここですね。ん？あ、もうできてんのか。はいはいはい。これ確か、ダラーンってならなかったっけ？外は真っ黒だ？
ほらな、これね、10年ぐらい、10年かな、それぐらい前に、その、イブのね、その実況動画を見たときに、本当に驚いたところでしたね、これ。ここは、赤い血が流れないのか。誰もいない。誰もいないのになんか足音みたいな効果音だけはしてますね。あ、出た出た、咳をする男ね。ほんまに咳したなっていう。ある丘から見た空。これぐらいの感じなら読めるんですね。個性なき番人。あー、確かにけど、さっきの人の言う通り、顔がねえな。確かに言われてみれば顔がないけど、なんか調べたら地平線の風景これが？なんか調べたらなんか出てこなかったっけ？それもっと後か。で、ここを調べるとでしたっけ？違う、この状態で思い出した。3階に行くんだった。そしたらおいでよイブ、おいでよイブってなるんだっけ？う。あ、苦い果実が。あ、で、青いのが垂れてる。額縁の裏から青い液体が流れている。来た来たー来たー。おいでよイブ。おいでよイブは、あれ？文字になってる。秘密の場所を教えてあげる。おいでよイブは赤い字で書かれてあるのに、足跡は青字なん、青い、あれなんだ、インクなんだ。インク？青い絵の具なんだ。じゃあわざわざおいでよイブって赤いインク持ってきてやったのか。来た来た来た。そして、ああ、これ本当に思い出すな。ドン。はい、来た。このね、音楽もたまらない。一気にホラーの世界に飛ばされる感じがね、本当にたまんねえや。よくわからない絵がある。よくわからない絵がある。おいでおいで。そのバラ、朽ちるときあなたも朽ち果てる。だったかな？まだ撮らない。バラなしで。あー、なんか、イブちゃんが歩く姿がちょっと可愛い。ちょこちょこちょこーって感じ。はい。おっと。何々模様の魚。まだら模様。いや、違うな。ドット模様。なんだろう。ここでセーブできるんですね。まあ、セーブデータも軽いし、下に一個ずつつけておきましょう。ここはセーブいらんかったか。バラ取ってからセーブでよかったな。はい。バラを手に取る。レファソシレー。赤いバラの花を手に入れた。確かこの赤いバラが体力なんですよね。え？あ、動かせるんだ、これ。この椅子なら押して動かせそうだ。いや、今押して動かしたよ。で、こっち。あー、これ覚えてる。お姉さんがギャオーって顔変わるよね。額縁から髪の毛が垂れている。何かが落ちている。青の鍵を手に入れた。表情が、ちゃんと調べると変わるんだな。これ、やっとこ。うわぁ、返せ返せ。返せ返せって言うなら、なんでそんなところにポチって置いてたんだよ。もっと防犯ちゃんとしろ。あー、なるほどね。HP。そうだったそうだ。返せ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 。うん。おいでよイブって言ったり、返せって言ったり、情緒不安定ですよね、本当に。ここでセーブしよう。あれ？あれ、さっき3番にセーブしなかったっけ？これでいいな。これで行こう。え？うん。青の鍵を使った。ほら。あ、懐かしい。これ、アリくんだよね、アリくん。確か10年前ぐらいの実況で見たときはすんごい見にくかったのに、あれですね、見やすくなったなぁ。プロローグ。第1章。第2章。最終章。まあ普通に負荷。
卵から孵化してね、蝶になる話ですよね。床が抜けていて通れない、橋に注意。これはあれかな、一休さんかな。蜘蛛の絵が飾ってある、蝶々の絵が飾ってある、蜂の絵が飾ってある、テントウムシの絵が飾ってある。これ真ん中が行けばよかったんでしたっけ。だよね、アリの絵が飾ってある。うう、鍵がかかっている。いや、まだセーブは早いよ。で、これ確かアリさんに話しかけるんだよね。よっ、僕アリ、僕絵大好き。なんか俺肩揉むみたいな喋り方しような。僕の絵見たいけど、ちょっと遠いところにある。ああ、アリのね、歩行力じゃね、めっちゃ遠いよね、あそこね。じゃあ持ってきてあげよう。レファソシレーン。やっぱりかっこいい、うっとり。ナルシストだな、このアリ。で、これ確か、アリの絵を置けると。あ、ちゃんと、あれな、端っこに置くんだ。真ん中とかじゃないんだ。これ潰れちゃうんだっけ？あー。絵の中のアリが潰れてしまった。すごい、ちゃんと、あれだな、Z キーで調べるとコメント出てくるな。めちゃくちゃ Z キーを押そう、ほんのから。あ、出た、無個性な人。いた、ちょっと待って、これ調べさせて。エピローグ。あ、食われたってことか。いや、なんだろうな、あの絵って思ったんだよ。あれ、雲の絵かな。あ、絵に穴が開いてしまった。これで通れなくなるんだよね。よかったよかった。なんか割れたぞ。あ、いなくなった。アリさん、ごめんね。僕の絵どうなった？いや、聞かないでくれ。いや、君のアリの絵はすっごく役に立ったよ。本当、命が助かったぐらい役に立った。だから誇りに思っていいよ。では、緑の鍵を使って中へ。猫ちゃんだ。猫でいいんだよな、これな。壁に魚の形のくぼみがある。本当だ。じゃあ、ここで、ここにセーブしましょう。あ、いった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 。はい、おお、あ、ちょっと待って、ちょっと待って、こっちの部屋はなんだっけ。おお、はいはい、なんかあったな、こんな部屋。じゃあどうしよっかな。こっちの方が狭いから、こっちの部屋から先調べます。箱の中には汚れたパレットと筆が入っている。箱の中には小さな動物の剥製がたくさん入っている。あ、棚の上に何かが見えるが手が届かない。台座がいるような、台座が。汚れた靴や手袋が入っている。これは押して動かせそうな台が、これか。ん、うわ、動いた。なんか足が変じゃない、こいつ。台の下から足が4つ、4本生えてんだの？観察してみる。どうやらこれは椅子のようだ。これ椅子なの？なんか、スカート履いてる女の人の下半身って感じするけど。耳を澄ましてみる。何も聞こえないやろ。スカートのような布の中からかすかにうなり声のようなものが聞こえる。足を見る。それぞれの足がハイヒールを履いているが、一つの足だけハイヒールがない。はいはい。まあ、ハイヒールを探せってことですよね。で、そのハイヒールがこっち側にあるのか。ほい。かくれんぼする？あー、かくれんぼするって言われたら普通、するかしないかと二択なのに、もう、すること確定じゃん。これは？板前の腕。うん。正解がどれかなんてもう覚えてないんだよな。押してみる。お、夜になった？ちょっと薄暗くなりましたね。あ、ちゃんと絵光ってんだな、これ。カーテンの下にボタンがある。あ、お。
おーん、もどかしポイント。真っ赤な手の枝。一瞬手がこうイブちゃんの頭をベチって叩くかなと思ったけど、そうではなかったですね。お、いった、いって、マジか、1ダメージ食らったわ。うわ、何もしない何もしない。お、ここであれなんだ、ある意味自殺できるんだな、イブって。あ、見つけちゃった、見つかった、景品あげる。どこに落ちてるの？カランと落としたけど。これは？音が止まったんですけど。いた！見えない何かに噛まれてしまった。この絵には近づきたくない。ん？あれ、イブが、イブちゃんじゃない？この。あ、よかった！この絵見たら、問答無用でゲームオーバーになるかと思った。なぜか自分が倒れている絵がある。不吉だなあ。あ、木の魚、頭を手に入れた。ああ。じゃあ、あれなんだ。ハイヒール探す前に、まずこっちなんだ。あれ？魚の頭だから、魚の尻尾がいるんですね。で、あれが魚の尻尾でしょ？あ、待って、ハイヒールが、って、こう、そういうこと？この中にもしかしたら入ってるかもしれないってこと？ああ、そういうことか。はい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 、なんだなんだ、オッケーオッケー。ハイヒールあげる。どう？ん？あっぶね、当選簿されてるんかと思った。ちょっと遅れてついてくるんだね。あとついて、あ、そこで止まって、あっち行ってができるんだ。じゃあ一回ちょっとそこで止まって。で、動いて。で、そう、ここで止まっ、そこで止まって。椅子に乗る。何かがある。木の魚を手に入れた。尻尾。ありがとう。魚のオブジェを手に入れた。あんがとう。椅子は動き回っている。あ、ほんとだ。ある意味こいつは、あれですね、その、靴を履かせてくれたから、あの、敵対モブじゃなくて、有効モブになって、イブちゃんを攻撃しないんでしょうね。じゃあ、魚あげる。おう。どんだけおったんや、猫。よし、一回セーブしましょう。ちょっと待って、今ボタンを確認してます。 X がキャンセルだよな。そうだよな。 Hey。